皆さんこんにちは、谷山キネマ谷山亮です。今日語りたいのはですね、少し前に話題になった、献血のポスターに美少女キャラクター、ちょっと巨乳なセクシーな感じのキャラクターを、使ったら、一部の方から、いやこれは不愉快だと、公共の場にこんなものを出すべきではないとか、これは環境型のセクハラではないかっていうね、声が上がって、ちょっと軽く炎上したというね、件について、私がよくね、YouTube とかでも語ってる表現の自由とか、あと自主規制の問題に絡んでくる話題ですのでね、ちょっとこうそれについて語りたいと思います。このね、いわゆる萌え問題、萌え美少女キャラクターとかをそういう公共の場に出したり、このね、公のイベントとかとコラボさせて、でこういう声問題が発生するっていうのは、前々からね、何度もあることで、過去にこのチャンネル内でもね、自衛隊のポスターが、美少女キャラクターとコラボして炎上したっていうことについてね、語ったこともあったと思うんですけど、昔からよくあることではありまして、で、その度にこのアニメファンとかが、いやいやそれはおかしいんじゃないかって、表現の自由ってものがあるんだから、それで下げさせるのはおかしいんじゃないかとか、そういう議論が巻き起こって炎上するっていうね、ことはよくあることなんですけども、ではここでこちらの絵をまず見ていただきたいのですが、こちらの私のチャンネルとかをね、見ていただいている方にはおなじみかと思いますが、こちら表現の自由というタイトルで私が描いた絵です。ちょっとね、ご覧の通り、セクシーな感じの美女エロスから、ちょっと政治的なモチーフ、ちょっとねこういうグロい感じとかエログロ政治モチーフなどね、あえて過激なテーマを盛り込んだ、タイトルが表現の自由、創作表現の中であれば、どれだけ過激なテーマを描いてもいいんだっていうね、そういう思いを込めて描いた作品で、こちらのね、自分の谷山キネマのメインビジュアルとして利用していますし、イベントとかがあるときはね、こう持って行って展示したりもしております。で、美少女キャラクターが、セクハラだと、環境型セクハラだって言われるね、ご時世であれば、こんなんもう完全に環境型セクハラ、環境型セクハラどころか、一部の人からしても環境型ヘイトスピーチじゃない、もうハーケンクロイツ絶対許さないマンとかさ、そういう人たちからしても環境型セクハラだし、環境型ヘイトスピーチだしって言われてしまうような絵だと思うんですけども、じゃあこの絵、意外なことにですね、展示とか公の場に結構何回か持って行ったことあるんですけども、で持っていくときはね、抗議があることもある程度覚悟していって、抗議が来たら、いやこれは表現の自由というテーマで書いてないので、私はこれは下げませんって、もう喧嘩上等ぐらいでね持っていってるんですが、意外なことにね、直接これ持ってって何かしらの抗議を受けたことっていうのは、今のところないですね。でさらに言うとね、結構ねこの絵、女性からのね評価とかが結構高くて、女性で結構これ好きって言ってくださる方とかいらっしゃって、なんかねそれこそ、こういうセクシーな感じの絵なんで、自分は男性向け、男性はこう、いいなって思ってくれるけど、女性はちょっと人によっては引くかな、引く人の方が多いかな、でもしょうがないかなぐらいに思ってたんですけど、意外と女性からの評価の方が高い、で何が言いたいかと言いますと、この絵が女性から見て別にいいじゃないって言われたりするんだから、もう何がセクハラとか何を見せたら不愉快かもしれないとかって、あんまり考えてもしょうがないんじゃないかってね思うんですよ。ちなみにね、後ろにあるこれなんかもね、それこそ環境型セクハラ待ったなしみたいなさ感じの絵ですけど、これも意外と女性から、良い感想をいただけたりしてですね。結局ね、嫌い、もちろん不快だって思って言わないんだけど思ってる人もいるかもしれないですけど、
まあいい声をいただいているのも事実だし、なのでね、何が不快で何がセクハラだとか、そんなものはねもう考えたってしょうがない。法律に引っかかるわいせつ物はポスターとかに使っちゃいけないと思うし、それ使ったらセクハラだって言われてもしょうがないけど、そうじゃないものはもう個人の好みでしかないのでね、考えたってしょうがないんじゃないのと思います。でまあこの手のね問題のね、大体残念なところは、今回の献血もですし、大体過去に問題になったものって、そういう炎上したりしたら、そのポスターとか取り下げ、最終的には取り下げてしまうねことが多いんですけど、まあもうね21世紀入って令和の時代になったことですしね、そろそろそういうのはねやめませんかって思ったりしますね。昔はね、昔の人とかはちょっとこういうのに偏見ある人とかいたりしますけど、今の若い人とか、それこそね女の子でも美少女キャラクター好きな人とかすごいたくさんいますしね。昔はなんかね、ちょっと萌えキャラとかキモいみたいにさ言う人は多かったかもしれないですけど、今はもう時代も変わってきてね、ある程度アニメも文化として認められてるし、女の子もそういう美少女キャラに偏見がなくなってきてる時代なんでね、もう全然いいんじゃないのって、一部のそういうさクレーマーみたいな声に耳を傾けて下げるようなことはしなくていいんじゃないかなって思います、ね。でまあ若干ね、若干ずれる話になるんですけど、大体この手の話で、まあ、セクハラだとか女性蔑視だとか、まあ性的搾取、性を商品化している、これは女性に対する差別だみたいな論調をね、そういう人たちは抗議するような人たちはね言うんですけど、まあ二次元の美少女もだし、三次元のこうグラビアアイドルとかに対しても、これはねすごい個人的には、あ、これはねなかなかあんまり賛同を得られないんですけど、あえて差別だって言うんなら、華やかな場所に、そういう役割をもらえるのは基本的に女性が多いっていう点で見ると、男性差別の案件じゃないかって思うんですよね。まあ差別っていうほどでもないかもしれないですけど、まあ、っていうのも私は結構ね、この、まあ、昔役者とか目指してたりして前に出る側の仕事をね結構やりたかったんですけど、まあ、やっぱそういう華やかな感じのとこって女性の役目みたいなさ、男はやっぱそういう役割ってもらえなかったりして、で若い頃なんかさ、とかさ、まあまあ女の子はいいなって正直思ったりねすることもあったりして、男でやりたいって言っても、いや男はみたいなさ、そんな感じが多かったりしたんで、まあなんでね、こうどちらかというとそういう場に女性ばっかり使うのは、あえてこれが男女差別という点で語るなら男性差別じゃないかっていう。で私はまあ女性のキャラクターを使うのは全然いい OK だと思うし、じゃあ同じぐらい、じゃあこれこの問題どうすれば解決するかって言ったら、同じぐらい男性のキャラクター、そういう感じの男性のちょっとあざとい感じのキャラクターを作ればいいんじゃないの、そしたら男女平等じゃないのって思ったりするんですけど、最近ねネットフリックスでね、ケンガンアシュラっていうね、格闘漫画のアニメ版をね、見てたんですけど、まあ、このセクシーな美少女キャラの、じゃあ男性版ってどんなのって思ったら、いやちょうどこのケンガンアシュラの、こう表紙、これ男女逆転させたらこういう感じじゃないみたいな、まあ、特にさ、これこのね花房先生って私好きなキャラクターなんですけど、これ献血のポスターにぴったりじゃないかってね、ちょっと見ながらね思ったんですけど、血まみれな感じで献血にぴったりじゃないかってね、これお医者さんですし、こういう萌えキャラ、こういう美少女キャラクターをポスターとかで使うたびに、今こういう議論っていうのがね起きて、定期的に炎上していくのでね、まあ、思ってることを語らせていただきました。まあでもね、今回思ったのは、昔と比べるとやっぱりそういう萌えキャラとかに対して
このいやこれは表現として問題ないっていう人の割合は圧倒的に増えてると思う、一昔前より。私はこのね表現の自由に関しても昔からずっとこのさスタンス、あの古くから見てくださってる方は分かると思うんですけど、ずっとこのスタンスだったんですけど、数年前だと結構いやこういう公共の事業と民意美少女キャラ使うべきじゃないよって人が結構この自分の周りとかオタクなアニメとか好きな人でもそういうこと言ってらっしゃる方っておられたんですけど、割と今でもね数年経っていやそういう美少女キャラだからダメっていうのはおかしいっていう風に結構さ、昔そういう言ってた人とかも結構変わってたりして、えってさ、あれこの人も昔なんか違うこと言ってなかったって思ったけど、まあまあでもそれはいい方に変わってるからまあいいかとすんね、まあ、時代の流れでそういうものが世の中にだんだん許容されるようになってきて、まあ、今回ね、献血下げてしまったのは残念ではありますが、徐々にねやはりそういう表現の自由というものに対して、そしてアニメという文化ものが一つの文化としてこう日本の中で認められてきている、これはね全体的に良い方向に向かっていると思うのでね、まあねせっかくなのでねこのままの流れでいい風に、日本のね全体の文化が底上げがされていって、表現というものに対する意識がねこう社会全体でもっと高まっていったらいいなと思います、今回その美少女キャラクターと環境型セクハラというものについてちょっと語らせていただきました。